アンジェリク、会ってすぐに結婚となったばかりで何をと思うだろうけど、僕はすっかり君のことが。セルジュ、大事なお話があります。え、今なんだい。普段あなたはドラゴンのお世話以外何をしていますか。え、毎日森を飛び回っているだけなんじゃないの。うん、そうだけど。バカ者。え、あなたは漁師でしょ。漁師というのは第一に漁民の暮らしを考えるものなの。それを漁師になって2年間も毎日ドラゴンと遊んでいたなんて、その間に食べるのにも困っていた人がどれだけいたか分かってるの。すぐに改善策を実行します。遊ぶのはそれが終わってから。でも明日はみんなと森に行く約束が。お黙り。あなたは領主、分かっていますね。はい。では今日はもう寝てください。え、夫婦になって初めての夜なのに。あ、アンジェリ。うるさい。はあ、この人は本当にドラゴンのことしか頭にないのね。ほらね、話し合うべきことは山ほどあったでしょ。君は生殺しという言葉を知っているかい。ん？生殺し？なんだか新鮮な食べ物を思い浮かべるわね。全然違う。ごめんね、僕は何も知らなかった。君の言う通りだ、領地が貧しいのは僕の責任だ。大丈夫よ、この地ブールは全くの荒野じゃないもの。僕は情けない。そんなことはないわ、あの王子とは全然違う。アンジェリク、君と一緒にこの領地を良くしていきたい。力を貸してくれますか。もちろん、私でよければ喜んで。運命って不思議ね。知らない間に濡れ衣を着せられて婚約破棄された時は腹が立ったけど、私今がとっても幸せだわ。デコボコ夫婦が巻き起こす奇跡の領地経営ストーリー。辺境の貧乏伯爵に嫁ぐことになったので領地改革に励みます。ドラゴンと公爵令嬢。アーススタールナよりノベル第1巻、6月1日発売。アーススターエンターテインメント。